ここがですね、ドラマの中で、玲子が入院した病院、竹沢病院があったところの跡地です。はい、今ではね、すっかり面影も全くないんですけどね。で、この病院に訪れたユキコとジュンなんですけど、この後一旦ね、玲子のアパートに行きますね。この玲子のアパートに寝泊まりしながら、東京での5日間を過ごすと。今私もね、そのドラマの流れと同じように、玲子のアパートに行ってみたいと思います。ここから30分ちょっとかかります。玲子のアパートは去年のロケ地巡りの時も私一度行ってますね。もう取り壊されてしまってますけど、すごい雰囲気のあるねところで、まあ建物がなくなっちゃったのが非常に残念ですけどね。階段の途中に家があるんですよ。ちょっとね、普通だとありえないところに建ってますよね。家を出たらね、階段なんですよ。さすが東京だなって感じがしましたね。連続テレビシリーズの13回14回というのはですね、小学生ならではの三種の神器というのがね、登場します。その3つというのは、自転車、ガンプラ、エロ本ですね。この3つ、これはね、この第13回14回の中で非常に重要な役割を示してますね。設定は1981年ですよね。あの大晦日の日にね、さようなら1980年ってやってましたから、81年ですね。81年ってことは、ファミコン登場前ですからね。ファミコンのね、前後っていうのはちょっといろんな意味でね、あの歴史が変わりますからね。今日ね、これから行くロケ地ポイントも自転車にまつわるところはね、何箇所もありますしね。あとガンプラ、ガンプラはね、レイコがジュンにガンダムをプレゼントするんですよね。でそれをね、黙々とジュンが作るというシーンがありましたけどね。そのガンプラ作ってたのも、今これから行くレイコのアパートですね。そこでジュンが一生懸命作ってました。あとね、やっぱエロ本だよね。男子たるもの必ず通る道ですよ。皆さんいろんなエロ本との出会いの思い出があるんじゃないですか。ジュンの初のエロ本はね、たかしくんに無理やり持って帰れって言われて渡された、あれが人生初エロ本ですね。あれ富良野にいたらね、なかなかあれは手に入んなかったんじゃない。ジュンくんいいものもらったね。しかもそのエロ本はね、ちゃんとその後のストーリーにしっかり続きますからね。ジュンはね、見事にそのエロ本をバッグの下に詰めてね、あの羽田の手荷物検査をくぐり抜けて、で風呂の方で持って帰るんですよね。いやー、なかなかね、大した男だ。そしてね、あの悪ガキ小吉にね、エロ本をね見せるっていうね。小吉もね、あの時、いやー男だなって、こいつ東京行っていい仕事して帰ってきたなって、そんな感じだったんだろうね。今食安通りと明治通りの交差点、新宿7丁目ですね。やっと今日のメインイベント、新宿近辺まで到着しました。さあ、この間来た時とは別の方向から行ってみましょう。また曲がってよいしょよいしょよいしょ、表、いやマグナ表、着きました。この坂ですね。はい、以前も来ましたが、ここが玲子のアパートがあった場所ですね。この2人が玲子のアパートにやってくるシーンなんですけども、私以前からね、なんとなく違和感を感じてたんですよね。その違和感っていうのは時刻の違和感です。家に入ったユキコは、ミヤコにね、電話をするんですけども、この時、6時15分頃、これね、時計しっかり映ってますね。シナリオにも6時を少し回っているという表記がしっかり書いてました。で、ユキコに頼まれてね、留守番をするジュンなんですけども、この時テレビでやってたのは夜のヒットスタジオなんですよね。河合奈保子さんが4枚目のシングルの17歳という曲を歌ってました。そもそもでも夜のヒットスタジオって夜10時過ぎのね、遅い番組ですよね。で、そのテレビを見ながらジュンは恵子ちゃんの家に電話するんですが、
恵子ちゃんのお母さんはね、英語塾に行ってますよって言うんですよ。これ小学生の塾がね、10時過ぎっていうのはちょっとさすがに遅すぎますよね。この翌日、純は恵子ちゃんをね、待ち伏せしに行くんですけども、この後友人宅にね、遊びに行きますが、この日はちょうど土曜日だったのでという純のセリフがあります。つまり夜のヒットスタジオを見てたのは金曜の夜ということになるんですが、実際ね、夜のヒットスタジオって月曜日の番組なんですよね。なのでこれ見れるはずがないんですね。おそらくこれはシナリオ上、テレビで歌謡曲をやっているという指定があるので、無理やりこう歌番組の映像を差し込んだものだというふうに思いますね。このあたりのね、日付に関しては、北の国からマニア通信さんで非常に細かい検証が行われてます。概要欄にね、リンクを貼っておくので、皆さんぜひここ見てください。5月の何日に行ったのかというところまでね、しっかり追い込んでますんでね、とっても面白いですよ。ぜひご覧ください。ちょっと上がってみます。いや、取り壊す前に来たかったな、本当に何回も言うけど。この枝板がね、ドラマの中で映ってましたね。たかしくんが迎えに来てましたね。ジュンはちょうどその辺ですかね。その辺で自転車の整備をしてました。それでここにたかしくんがね、ようって言って現れますね。ここはその第13回、14回で、ユキコとジュンが寝泊まりした場所としても使われますし、あとね、最終回近く、レイコが亡くなった時にね、お葬式をやるのもここですね。この場所です。バタ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 と家の中を片付けて、お葬式の準備をしてましたね。そんな非常にね、ロケ地としては重要なポイントでした。では、レイコのアパートを後にして、次のポイントに行ってみます。狭い、よいしょ、よくしょ。次の場所もね、すぐ着きますね。ここから2分、もう道が細いんでね、間違えないようにしないとね。はい、ここの坂道、ここですね。はい、止まりましょう。ここもね、ロケ地だそうです。ジュンが恵子ちゃんを待ち伏せした坂道です。発見者はね、ソラチさんとコウタさん。素晴らしいですね。この辺りにこうジュンが立って、あ、ここね、石垣だったらしいんですよ。ここどこでそのね、ロケ地かどうかが発覚したかっていうと、もう私ね、感心しました。この青いポール、当時はこれがね、上まであったんですよ。この塀のね、この丸い穴、これですね。この穴がちゃんとね、映ってんですよね、ドラマに。恵子ちゃんがちょうどね、ここを坂道降りてくるんですけど、ここにね、ポールと丸穴がね、あるんですよ。で、恵子ちゃんがテクテクとここを降りてきて、そこにね、ジュンが隠れてたんですね。で、恵子ちゃんを待ち伏せしたと。すごいね、わかんないよこんなの。素晴らしい。このジュンが恵子ちゃんを待ち伏せをした坂道なんですが、私これね、富永監督の演出が光る素晴らしい構図だなと思うんですよね。シナリオではこれ、倉本先生は単純に道と物陰という風にしか指定がないんですけど、ここにね、坂道を使って撮影したというのがね、絶妙だなと思います。もともと恵子ちゃんはすらりとした長身なんですけれども、その差をね、強調するように坂道をうまく使って身長の差をね、大きく表現してますね。豊くんと高志くんは少しだけ大きく見えるような配置になってます。純が感じていた劣等感だとか、恵子ちゃんのね、存在の大きさなんかを感じる、なかなかいい構図だなと思うんですけど、皆さんどう思ったんでしょうか。その純の待ち伏せ坂がここですね。はい、では次のロケ地行ってみます。坂道発進、レッツゴー。
右曲がります。はい、次のロケ地も3分で着きます。本当にフジテレビ旧社屋の近くで集中的にロケやったんですね。止まれ。こっちに来て、いや、この辺の入り組んだ道をね、ナビなしでスイスイ走れる人は神ですね。しかも一方通行もめちゃくちゃ多いから、ほんと勘弁してくれって感じ。天下の新宿ですからね。いや、今日はね、曇り空なんだけど、暑すぎず、寒すぎず、風も程よくあってちょうどいいです。で、あれを右に曲がるんだな。高円寺方向ですね。よいしょ。ここを右折して、そして左、どこ食べ？これかな？これだね。これを左に鋭角に曲がる。そしてこれかな、これだ。おお、ここだ。あった、あったけど、これ上まで行っていいのかな。またすげえ坂だな。ところですか。これちょっと俺バイク邪魔じゃない？よっこいしょ。いや、うりゃ、うんこしょ。よいしょ。重てー。よいしょ。いやいやいや、揺るぐねえわ。はい、ここの階段はジュン君がね、そこね、一人でとぼとぼとぼと降りてくる階段なんですけど、ジュンが友達いっぱいで家に遊びに行って、で印象的なね、 YMO のライディーン聞いてましたね。そこで東京とね、北海道のギャップをね感じながら、その友達の輪の中に入れなかったんですけどね、ジュン君は。そこでね、悔しいから俺は雲を見たことがあるというホラー吹いてましたけど、でもやっぱり虚しいなぁと、ここをとぼとぼと歩いてくるというシーンでした。このセツモードセミナーさんの看板が映ってたんですね。いや、発見者さんに感謝ですね。本当にありがとうございます。さあ、この急激な坂を降りていきましょう。いや、急だ。ちょっとうるさいからね、エンジンかけずに降りるよ。よいしょ。はい。全然見えないからね、この辺も。これどっちさ行くんだべな。逆かな。今来た道の方に戻んのか。合ってるみたいですね。ナビ見ててもわかんないっていうね。右折禁止。こっちに来て、また戻ると。で、止まれと。あ、コーヒーも閉めてなかった。はい、またここから2分の場所です。